イサメさん、もうやめてください。何のこと？このメッセージですよ。はぁ、バカじゃない、そんなの冗談に決まってるでしょ。冗談にしてもしつこすぎ。ひどい、私はソラさんが孤立しないようにと思って。泣かないで。私はソラ、最近住宅を購入したのだが。いいな、マイホーム。早速息子の小学校のママ友に絡まれている。なんでそんなにお金あるのよ。ずるい。用事があるのでこの辺で。イサメさんは同じ学年の保護者のボス的な存在。何かと群れては人の悪口を言っているので距離を置いている。あの人たちと無理に付き合わなくても、フジが学校で楽しく過ごせてれば大丈夫。パパ上すごい。その晩、イサメさんから500万円貸してほしいんだっぴー。なんだこれ、酔っ払ってるのかな。お互いの旦那には内緒だっぴよ。住宅ローン関係の支払いって言えば大丈夫だっぴ。私の星ではみんなそうしてるっぴよ。気になりつつもその晩は無視した。外遊か朝も無視するなんて、ソラにゃんひどいにゃん。ヒサメが嫌いにゃん。何のつもり。お金貸してほしいにゃん。500万円が無理なら毎月30万でもいいにゃん。ソラにゃん無視したら嫌にゃん。こういうメッセージにあんま返信したくないけど、そもそも貸しませんし人に頼む態度ではないですよね。断った事実は作っとかなきゃ。ソラちんひどいなり。お金あるのにケチンボなりよ。語尾が定まらないのはなんなん。無視していると昼ごろ。いいんでやんすか、フジくんかわいそうでやんすね。はぁ、ママがひどいせいでフジくんお友達に嫌われちゃうかもしれないでやんす。でも大丈夫です。それが嫌ならヒサメちゃんにお金を貸すでやんすよ。お脅しのつもり。それこの世で一番信用できない大丈夫なんだよな。もういい加減しつこい。いつもの公園にいた。ヒサメさん、もうやめてください。何のこと。このメッセージですよ。はぁ、バカじゃない、そんなの冗談に決まってるでしょ。冗談にしてもしつこすぎ。ひどい、私はソラさんが孤立しないようにと思って。泣かないで。ソラさん謝りなさいよ。はぁ、ねえもう行きませんか。そうね。あー、やっぱ無理この人たち。でも、もし富士に何かあったら。ただいま帰りました。お帰り。学校で何か変わったことあった。いえ、普通通りです。そっか、からかってるだけならいいんだけど。その晩、まさか攻撃15つ。お金が欲しい欲しい。貸してくれないとヒサメちゃんマイチング。この人何歳。ソラちゃんがお金を貸してくれないぞ。次回ソラ金を貸す。なんだこれ、私にもよくわからない。メッセージはどんどん増え。ねえねえソラちゃん、ねえねえソラちゃん、やめてよ夜中に。通知オフにしたいけど他の緊急連絡だったら困るし。ブロックしたらダメなのか。したけど連絡網リストから別のアカウントで送ってくるの。怖すぎだろう。翌朝、通知62件って。ここまではなんとか耐えていたが。富士くんのお母様ですか。ああ、源先生、息子がいつもお世話になってます。今日富士くんが家庭科のエプロンを忘れてきたんですけど。え、そんなの連絡帳には。はい、僕が伝え忘れてたので夕方連絡網を流したんですが。いえ、回ってきてませんよ。他の保護者さんもお忙しいですから、次回からちゃんと連絡網は見ていただけますか。だから来てないって。何度確認しても連絡網は来てないんだよな。あの人たちに聞いてみようかな。あの、すみません、昨日連絡網って。何のことだか。失礼な人には来ないのかもね。まさか、うちだけ連絡網飛ばされた。このままじゃ学校で富士が。ただいま帰りました。お帰り。エプロンの話先生から聞いたよ。いえ、ところで母上、今日のご飯は。鶏肉炒めたやつだけど。あ、富士が大好きなハンバーグにしようか。大丈夫です、僕のご飯はもやしだけにしてください。もやし、なんで。我が家にはお金がないんですよね。あるよ、なんでそんなこと。クラスの子に言われたんです。富士くんのママってお家買ってお金
お金借りてるんでしょ。してないよ。母上がそんなことするわけないとは思ったんですが、新しいお家に僕の勉強部屋まで作ってくれて、うちの家計が逼迫してることはきっと事実。そこまで考えなくていいよ、あんた小学生なんだから。まさみさん、なによ、私急いでるんだけど。かくかくしかじかで、あなたでしょ、娘さんにそんなこと言ったの。うわ、私は久々さんから聞いたの。ソラさんに脅されてお金せびられて困ってるって。そんなことしてません。お金せびってるのはあっちなの。みんなが信じるのも仕方ないじゃない。あなたの付き合いが悪いのが原因でしょ。それとこれとは。じゃあね、あなたと二人でいるとこ見られたくないわさよ。ダメだ、取り巻きからは何も聞き出せそうにない。あ、クロハさん、私の前の連絡もあなたですよね。あ、この人もダメか。かくなる上は。イサメさん、裏でこそこそ根回しするのやめてもらえますか。なんなの急に。メッセージももうやめてください。不愉快です。怖い。皆さん聞いた。やーね、やべー、人付き合い悪い人ってマナーもなってないんですね。その晩、とうとう富士にまで影響が出た。あなたの付き合いが悪いのが原因でしょ。人付き合い悪い人ってマナーもなってないんですね。だからって取り巻きを使ってこそこそ嫌がらせするような人に頭下げるもんかい。翌日放課後。何ですかよって。イサメさんたちから我が家だけのけものにされているんです。え、富士がエプロンを忘れたのもそのせいです。保護者会を開いていただけないでしょうか。そんなこと急に言われても。こんなメールがイサメさんから毎日届いて苦痛なんです。何ですかこれ。ずっとこんな調子でお金を貸せってしつこくて、無視したら嫌がらせがエスカレートして。ソーラさん、こんな冗談真に受けてどうするんですか。え、こんなのどう見ても本気じゃないでしょ。毎日何十通も届くんですよ。ムキにならないで相手してあげたらいいじゃないですか。無視は一番ダメですよ。先生はこんなメール我慢できるんですか。まあ教員という仕事柄、おふざけ体制はそれなりにありますから。この文面だって流行りの漫画のやつじゃないですか。終わっちゃって悲しかったな。単行本が楽しみでして。漫画投下しに来たんじゃないんだっけ。あのね、冗談だって分かってれば気になりませんよ。普通はね、あなたが大人にならないと。かわいそうなのは富士くんですよ。じゃあ会議なので失礼します。その晩。やれやれ、今日の会議も長かったな。ああ、なんだよ、保護者じゃないだろうな。ギャー、鍛え上げた俺の体を先生に送りまする。なんだこれ、富士の母親のアドレス。旦那かこれ。何考えてんだ、怖。マッスルマッスルマッスル。はあ、最高のマッスルをあなたに送り申しておろう。先生もぜひトレーニングの扉を開きまする。筋肉こそ最高の相棒ナンバーワン。やべえろー。もう先生ったら。やだな、冗談じゃないですか。ところでどうですか、僕の自慢のボディ。冗談でするか、あんなの。あんなのだと。妻に毎日届く脅迫メッセージはスルーしろって言ったのに。たった数回のメッセージでこんなに大騒ぎして、おふざけ体制ね。数日後、緊急保護者会が開かれた。なんで俺まで。先生が園児も必ず参加しろっていいじゃない。あら、久美さんのとこ旦那さんもいる。協力的でいいわよね。大企業の課長なんでしょ。これよこれ。見せ物じゃねえんだぞ。皆さん、今日はソラさんからお話があります。わさ、何よ。こちらをご覧ください。こちらはこの2週間で私に送られた久美さんからのメッセージです。その数596件。なあ、500っていうか何この語尾。え、あんたタコ知らないの。お金はソラさんが借りてるんじゃ。おい、ひさめ、なんだあれ。嘘、ソラのやつ。いやーね、今なんだから。自分で作ったんでしょこの画像。こんなのもあります。わー、これ脅迫じゃない。ふざけてるけど怖い。このメッセージの後、我が家は連絡網を飛ばされ、富士は同級生から嫌味を言われました。だから久美さんたちと付き合いたくないのよ。いいっすよね。わさささささ。久美さん、あなたにお金なんて貸しません。だからもう嫌がらせや無視を指示するのはやめてください。久美、お前。子供を脅しに使って、恥ずかしい人ね。なんでこんなこと。皆さんにもソラさんにも説明しろ。ご
500万なんて欲しがって。さてはお前ホスト通いやめてなかったのか。ドキッ。あの時はちゃんと払ったじゃない。今回も大丈夫よ。今回も だから脅してない。こんなの私は送ってない。私もそのメッセージ来ました。フロハさん、同じようなメッセージで脅されてこんまけして払ってしまったんです。旦那には黙っといてやるから言うこと聞くのよ。それからずっと脅されて連絡も飛ばしたのも久米さんの指示です。ごめんなさい。味を占めて同じことを私にやったわけね。残念でした。何よ、家買う金あんなら困ってる人に分けるのが普通でしょ。お前の金がないのは自業自得だろうが。ちょ、離して、やめて。先生、私からは以上です。はい。イサメの余罪を調べると、過去にもいろんな人を同じ手口で脅していたことが分かり、脅迫罪で逮捕された。収監はされなかったが、エンジさんとは離婚することになり、借りたお金の返済も含め多額の慰謝料を背負うことに。だが、脅す従わせることでしか他人に頼れなかったイサメは、できねえじゃねえ、やるんだよ。いやだ。重労働でこき使われているそうだが、知らねえ。騒動の後、保護者からの嫌がらせはなくなり、家族全員元気に過ごしている。保護者たちとは相変わらず距離を置いている。和解はしたけど、特に仲良くする必要もないからだ。あ、どもどもどもお互い迷惑かけなきゃそれでオッケー。でも、あ、そのコサージュ可愛いですね。手作り？うん、